マイルズ M20 マイルズ M20 マイルズ M20 は1940年にイギリスのマイルズウェアクラフト社が開発した第二次世界大戦時の戦闘機である。爆撃により生産を阻害されるであろう。イギリス空軍のスーパーマリンスピットファイアとホーカーハリケーンの代替となる簡素で生産の容易な緊急戦闘機として設計された。ドイツ空軍の爆撃に対して 生産施設を分散することによりスピットファイア機とハリケーン機の工場が受けた被害は甚大なものとはならず M20 の必要性は薄れて計画はキャンセルされたバトル・オブ・ブリテンの期間にイギリス空軍は潜在的な戦闘機不足に直面したドイツ空軍の脅威にさらされて航空省は要求使用会19-42合致する M20 の設計を マイルズ社に依頼した。9週間と2日後に試作初号機が進むぞらした。生産時間短縮のために M20 は全木製とされ、多くの部品を以前のマイルズマスター練習機から流用していた。油圧装置は装備しておらず、硬着装置はフェアリング付きの固定式であった。エンジンはパワーエッグ型ロールスロイスマーリン XX をそのまま使用し、同じく マーリンエンジンを搭載するアブロランカスターやブリストレボーファイターと似ていた。パイロットの視界改善のために水滴型風防を採用したが M20 はこれを採用した最初の戦闘機の中の一機であった。B、クラスシリアルナンバーの U-9 を付けた試作初号機は1940年9月15日に初飛行し、その後に応急使用回19。 40の試作機段階にもかかわらず軍用機シリアルナンバー、X834 をつけて航空機、並走実験機関でテストされた。武装はハリケーン機と同様に8丁の303ブローニング機関銃を装備していた。M20 の試作機はハリケーン機よりも有速、生産型のスピットファイア機よりは低速であったが、相談数は多く。 航続距離は、領機よりも長かった。イギリス上空の戦いで、ドイツ空軍が阻止され、スピットファイア機とハリケーン機の増産が、軌道に乗ると新たな生産ラインが必要で、機体に発展性がない M20 への要望は消え、量産に入ることなく、設計は放棄された。試作処方機は、ウッドレーで廃棄処分にされた。u 0 2 8 5に、DR616 の シリアルナンバーを付けた試作2号機は、アレスティングフックとカタパルト射出ポイントを備えた、艦隊航空隊の艦載機を求めた要求仕様 N141 に応じた機体として製作された。1941年4月8日に初飛行した。この方は、CAM シップからカタパルトで射出することが可能であったが、 CAM シップが飛行艦板を備えていなかったので任務終了後は不時着水することになり、このため降着装置は投記可能となっていた。旧式のハリケーン機がこの任務に当てられたことで M20 は不要となり、結局この艦載型も廃棄処分とされた。岡部一作はマイルズ M20 が量産されなかったことについて、飛行機としてダメな機体だったわけではないが必要な、 局面が限られすぎていたと評している。出展、ザブリティッシュファイターシンス1912、諸言性能武装。ありがとうございます。